左の書き付けから読みますと、つぼや焼きぐいのみじろ、右がつぼや焼き丸とっくりじろ、どちらも沖縄発の人間国宝金城次郎の友箱作品です。とっくりとぐいのみのセットです。私このセットで本格オークションに何度も出品しておりますが、評価額は成り行きか3万5万でほぼ固定されておりますね。成り行きだと欲しい人が一人の時はね、1万円落札ということもあるんで、それは恐ろしいんですよね。やはりね、3万5万の評価額はなんとかいただきたいなと思っておりますけどね。品物ね、とてもいいですよ。明るく焼けているということではないんですけども、しっかりした彫りでね、側面の刷毛目ははっきりしていていいんじゃないでしょうかね。構われもないです。字の彫りもしっかりしておりますね。そして丸とっくりです。大きさね、とてもいいですね。ちょうどいいですよ、これは。魚がいて、刷毛目がね、ぐるっと回っていて、そこも良い景色になっていると思います。魚2匹ですね。はい、戻ってきました。ほとんどね、使われてないんじゃないかなっていう感じの状態の良さです。ホコリが全く被ってないのでね、釉薬のツヤがピッカピカですね。この辺のね、ワンポイントの緑釉も良いですよね。高台はこのようになっております。ひっつき負けもね、ないんですよね。ここに次のサインがあるんですけども、この辺にね、こう、青釉ですね、青い釉薬が少し垂れていて、この景色もね、いいですよね。一部ね、態度の肌色を濃くしたような色がね、見えているのも良いと思います。サインもいいですよね。こちらの購入原価は2点で 25,988 円です。ものすごくね、安く買えてます。ヤフオクを丹念に見てるとね、金城次郎の友箱作品でもね、安く買えることがあります。今回もね、そういったケースでしたね。とっくりとぐいのみのセットで高い時ね、7万超えますからね。7万と言わずにね、5万円で売れたとしても、1万円以上のね、利益になりますから。どうでしょうかね。成り行きだったら引っ込めてね、ヤフオク機敏で売ってもいいのかなと思いますけどね。どうでしょうか。それでは早速送り出したいと思います。いってらっしゃい。